君ということは、まあ決まってるでしょう。決まってるでしょうね。アウトドアか酒だよね。今日はどっちなんだろうね。酒だよ多分。そうね。今年やるの？ポイントとしてはこの南から登っていかないといけないというね。間違いがちです。おー、来た。ちょっとビールとハイボールとセルフになってて、こちらでカクテルを従業員が作りしますので。はーい。はい、どうぞ。どうも。来たー。キンキンに冷えてますよ。行きますか。行きますか。サントリーのみなんですね。この、あ、それね、これだ。ほら。ほらほらほら。来た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 。うわ、うまそうだもん。いや、ほんと世の中の人、仕事お疲れ様。あ、お疲れでーす。うまっ。うまい。最高ですな。最高ですな。もう一回乾杯する？もう一回乾杯しようか。今日は、八海ビアガーデン、モントレーの上だね。高崎の駅前は高島屋と大葉の上とここがあるって感じかな。まあ、俺はモントレーのビアガが好きなの。英語はちょっと高島屋派。お前高島屋派か。わかるけど。こっちの方がなんかおしゃれっぽい感じ、うん、高島屋の方がなんか確かにこうリーマン男でバーッと飲むみたいなね感じはあるよね。じゃあお借りてくるね。行こう。おお、来た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 。このサラダ美味しい。タコスっていうか、うん、うん、メキシカン。美味しいね。うまいね。あ、おかわり行ってくるわ。いらっしゃい。いや、なんで。ビールのメーカーは一番好きなメーカーなんですか。銘柄ですね、うん、僕はもうキリンの一番搾り。そうですね、大学生の時から。そうですね、あなたはね、ずっとこう何食べても楽しめるし、うん、味もある程度しっかりしててっていうのがやっぱ一番搾り。ここサントリーしかないんですよ。そうなんですよね。カオルエールはすごい好きです。カオルエールいいよね。カオルエールはいい。これがね、羊の羊のミート。いただきます。うん、うまい。うまいぞ。モントレーの今年の夏のテーマ知ってます？知らない。アラビアンナイトですよ。え、そうなんだ。まあ、アラビアンナイトにしてきたやん。今日はアラビアンナイトにしてきた。チキン、名前のわからないチップス。あ、うまい。うまい、うん、この八海ビアガーデンはウエストワンビルっていう、まあ、今斜めに見えてる西口の左側にあるビルがあるんだけど、地下1階に八海串っていう焼き鳥屋さんがあるのよ。うん、俺もめっちゃ好きなんだけど、そこの会社がやってるみたいだね今。いいね。でもお前やっぱアラビアンを体現してるやん。俺こういう素材が合うんですよ。インドカレー屋で食べてるとめちゃくちゃそういう人っぽい。まあそうだよね、うん、前ビアガーデン来た時はメニュー全然違ったと思うんだよね。なんかアヒージョとかできてきたから、うん、毎年テーマを持って多分変えてんだよ。俺初モントレー。あ、ほんと。高島屋年10ぐらい行ってるから偏りすぎない。1時間は経過した。今何杯目？4か5？このまま朝5時まで。つらいつらい。お互い明日仕事な。ですよね。4杯目いきまーす。
ごい濃いな。濃すぎるのよ。アンソニー・デイビスなんや。それこないだ調べて初めて知ったけども、眉毛つながってるバスケの選手じゃないんよ。仕事なのきつすぎるわ。Me too 7杯目。でもやっぱ少年の心を失ったらつまんなくはなるよね、人生ね。あー、それは思いますね。本当にまずやりたいがあるじゃないですか。あるね。どうすればできるんだろうを考えるが、なんか、うん、そうね、普通の面白いこと、面白いしセオリー、うん、だからあのできないことは変な話、運動以外はないと思ってしっかり落ち着けんのよ、お前。この後お前、お前キャッチボールの映像入れなきゃいけない。やめえ、もう こんなんだからか。じゃあ俺5杯目いきます。8杯目いきます。ちょっとあの酔っ払ってしまったっていうのはあるんですけど、お前がいると思って話しかけてたんだけど誰もいなかったって怖すぎ。あ、本当にね、あのね、高崎はいい町だね。もうズブズブよね。ズブズブよね。高崎いるな。なんよね。なんよ。ダサい踊り始まった。まだ生しか飲んでないこれら。サワーは店員さんが作ってくれるらしいんですよ。すごいよ。ハイボールか。ゼリー。ビール、ジン、ウイスキー。ジントニック、ジンバック。はい。やっとグラスも変わりましたね。そうね。ジンで乾杯。夏って感じだな。大学生ぶり。夏いわ。ビール以外もありますから。楽しめます。楽しめます。すごい良かったっす。良かったね。騒がしいわけでもないし、そう、ね、結構意外としっぽり、しっぽりね、飲めるよ。からかぜ行こうか。もらった金も。俺がそれでこの前退院してる。それと生代に。生代。代に。家買うんだ。まあでもここで絶対外せるのは刺身の三盛りっすよ。まあそうですね、これですね。前回私が紹介してますけども、でも毎回俺ら頼んでるじゃないですか。あーなーこれは。あーなーあーなー、まあ、今日のこのラインナップですよ。この中でどれを選ぶのかっていうところですよ。どれいきます。赤身が一番好き。赤身いきますね。待って、わさび。怖いのよ。サラオなんや。